はい、こんにちは、ブルーコースです。ということで、ね、本日もね、やってまいりましょう。バイオハザード6。まあ、せっかくね、動画開いていただいてるんですから、最後まで動画ご視聴いただいて、そしてグッドボタンと、We won't. We're ending this now. チャンネル登録ボタン教えていただけたら嬉しいでございます。ということで、ね、いよいよチャプター4もラストシーンに移ってまいりました。で、さっきチェックしてたんですけど、まあ、とりあえずチャプター4も、エンブレムはもう、全部取り切れてたというところで、あ、Time to pay for everything you've done.好きにさせちゃダメだと思います。いやよ、いやよ、いやよ、見つめちゃ、いや、あん。なんだ?あれ?あ、色のせいか。ああ、連結部分が見えたのか。今日もいいお尻してる。パンティーラインがないってことは、君、ノーパンかティーバッグだな。そうそう。で、まあ、あ、ん?見えない壁がある。見えない壁に阻まれてますね。前回パートでなんかよくわかんないウニウニ野郎じゃないや、それは全然回パートか、まあ、ちょっとルンバと大掃除をしたところでね、はい、At first But don't worry. Don't worry. You're just becoming the monster you always were. You and everyone else on the planet. まあこれがあれなんかな、ウイルスによる力なのか、もともとシモンズが持ち合わせている握力なのかっていうところですごいよね。声がもうどんどんおかしくなってて、エイダ・ワンのせいにしてるけどね、全部はね、君の至らなさによるものだと思うんだ。バカ、目がいっちゃってるよ、もうそうだ、言っちゃってるもんね。ウイルス打ち込まれてるもんね。いつかさ、こういうウイルスとかっていうのが開発されるのかね。ほら、COVID ウイルスとかさ、まあ今も、まあね、今月入って5類になりますみたいなとか言ってるけど、今はもう何よりも左手首に貼っているサロンパスが目に染みてめちゃめちゃ痛いっていうね。なあ、そうそう、俺の気持ち。なあ、めっちゃ目にしみる。ういー、最近の人間は燃えるんだよね。で、意外とね、46歳にしてかなりいい体してるんですよね、こいつね。40代でいい体してるの。こいつとウェスカーくらいじゃね。ああ、でもさ、ゴリさん一応あれか、48歳であんな体してたのか。さあ、これでいよいよ追い詰められるよね。グー、ビーストバー。ビーストボス。あ、ちょ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 、ダムユースマン。あ、ちょ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 、くる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 。あ、終わった。よし。ダーって。さあ、逃げる逃げる。で、これで降ります。貴様らの確実に私の手、それはどういう意味なんやろ。でもさ、こんな目撃情報あったらもうすぐにさ、もう終わるんだと思うけど、まあまあ、この状態になった時点でもあれかもしれない。危ない危ない危ない。あれ?待って、全然よしよしよし、はい、おいでこいつ意外としたたかだからな。あ、来ない。あ、来る。 OK。 あ、うちょ、ちょ、あ、なんや、どっか行った。バイバイ。で、これ上に登ってった臭いから、あ、ちょ、拾えてない。あれ、エイダじゃねえや。ヘレナ。エイダが好きすぎて。で、これ、おう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 、痛い。これ、どっかから登ってった方がいいのかな。すばしっこいの、挟み撃ちにできないかしら。はいはい。挟み撃ちしましょう。そうしましょう。はい。はい。じゃあ、一人でちょっと戦っててください。と思ったら、こっち来たし。あ、もしかして。ボコボコタイム。お、いいね。フルボクター。オッケー。いや、この殺してくれて結構殺せるもんならな。お、ちょ、スペースかよ。ねなぜこの距離で急に物理攻撃ねえ、いっそのこと、その距離でゼロ距離ショットガンでもしてやったらいいのに。おらら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 。あ、逃げてた。臆病者が。ショットガンが拾えるから、ショットガンを使いたいんだけど、あら、半玉。あれ、ちょっと待って。
あれどこ行った？戦ってくれてるこれ。な、降りてきとんかい。This way! Roger! はい、もう一回もう一回。送り込みます。ティーバック。行っといて。で、あ、すごい離れた場所にいる。すごい離れた。あ、真上にいるね。戦ってんのかな？ぐるるるぐるるるいてるけど。あれ、ずーっとなんか2、3メートル。ずっと上歩いてる。どっかから降りてくる。あ、ちょっと降りてきとるし。あれ？また降りてきてる。何してんの？戦いましょうよ、あなた。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい、ティーバック。で、いつの飛びてくんのかな？これもう、ヘレナがとどめさしに行ってくれてる。おーおー、どんどん後ろに行っちゃってる。ぐるっと降りて。あ、なんかこれやだね。この空間やだね。ここの空間もやだね。あれ？ちょっと待って。あれ？なんかいつの間にかこんなハゲてたっけ？電車。電車めっちゃハゲてる。あ、そっか、上に登ってとどめ刺して。そうだそうだ。ほい、オッケー。で、近づいたら、確かなんか、蘇ってくるダボスだったね、確かね。急に現れる隣の貨物列車みたいなやつ。よくわかんない。あ、しかも足元に。終わったわけないでしょ。バイオだぜ。だいたい第二形態がある。すごいやつ、バイオ、あ、違う、バイオ2なんか第五ゲー、第五形態まであるから。あー、逃げろ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 。よし。おお、なんかめっちゃジュ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 しながら撃ってきてる。やばいやばいやばい。よし。お、お。で、これなんかジャンプしたら何になる？オッケー。よし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 アイテムを拾えるだけ拾って、おお、なんか近づいてくる。妹のところへ送ってやろう。どういうこと？詳しく。あの世って意味ですか？だとしたらちょっと、あの、言ってることが寒すぎてワロス。はい、お尻、ケツ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 。どんな人間もお尻は弱いんです。ほんと？人間？生物じゃね？よいしょ、そんなくだろう。おお、腕が伸びる、腕伸びる。それが全力かね、レオン。あ、ごめんなさい。一応全力で戦っています。よいしょ。おい。あ、なんか来るね。こっち来るね。来た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 。え？君、本当に目見えてる？そんなところでいいのか、戦うの。お、お、お、お。やばいやばいやばい。おい、滑った。とぅ。お、あれ。シュイン。あれ、食らうとどうなんだろう。電車の外に飛ばされるとかかな。今お尻の割れ目のところに一応パンティーライン見えたけど、気のせい？こんな時に誰だよ電車走らせてる。てか元々、今気づいたけどこの電車走らせてるのも誰だよ。ほんとそう、ほんそれじゃね？誰だよ私。そんなね、リオーン、シモンズ、これ大丈夫？オッケー。ねえ、いや、ほんと、最大の疑問が今生まれたわ。誰だ、電車走らせてるやつ。それともあれか、走らせておいてに、もう、あの、無粋なことを考えるのやめよう。うん、ああ、言うてる。行っちゃったね、行っちゃった。気持ちいい？快感？ああ、全身から、チュルチュル出てるね。足の角度がもうおかしなことも言ってるけど、もうさっさとやっちゃえばいいのに、ここまで打ち込んでんだったら。うん、何が？ああ、平穏な世界が戻ってくるってやつですね。世界、うん、世界の人たち安定が訪れるってことだ。かっこいい。これあれ QT やったっけ？あ、QT ないやつ。これかっこいいよな、これもな。もうなんかレオンのこと完全に信じきってますね。でこうやってさ、
脳天ぶち抜かれてるシーンがあるのにこいつまだ生きてるっていうね、不思議でならないっていう、打ち抜かれて普通にね、まだね、ファミリーが俺のことを見せるはずがない。これファミリーって組織なのか、その本当のファミリーって意味なのかっていうのがね、まだにちょっとよく分かってない。危ない脱線。ピースさん早く止めて。これよかったよね、このワイヤーに引っかからないでさ、ワイヤーに引っかかったら多分一瞬で体真っ二つになってるからね。トゥルッテトゥルッテトゥルッテトゥ、あの一瞬なんかカーソルが映ったのはなぜ。このヘリはあれなのかな、 BSA のヘリなのかな。いい男もいい女もびしょ濡れて台無しだぜ。これまだ水でびちょびちょなのかな。水でびちょびちょなんだったら、あいいね。二人して天仰いでる。ちょっとおもろいかも今の。あそこ列を乱さないで、あそこ女の子を乱さないで、さあ行こうか。あーなんか立ち姿なんかちょっと、うん、ちゃんと女の子って感じがして、あーは Did we finish it? あーまあ一応勝ったんじゃね。 But we did what we could、うん、Let's go. Let's go. Let's goおいでおいでおいで。え、ちょ、来ないの来ないの。ああ、もう体力使い切ってんな。用心のためだ。この後も被害が出ないと限らない。全然来てくれへんや。ワイープ。ワイープ。ワスプなら知ってる。あ、でもテカロトエロいな。でもなんかね、若干ね、作り物臭いんだよね。あの、I 型か Y 型になるかで、その、本物なのか。作り物なのかが分かるみたいなことよく言うけどね。あとなんか下のなんかこう盛り上がり方みたいな、なんでそんなこと詳しく知らないかみたいな。しかもほら全然プルプルしないじゃんねえ、シリコンなんじゃねって。いやダメ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 、そんなこと言っちゃダメですよ。エージェントはそんなね、うん、まあでもどっちでもいいんじゃないかなって思うけどな。さて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 。Is it over? Yeah. Yeah. Is it over? Yeah. Leon, we have a situation. Sherry and her companion were abducted. Our satellite places them at an undersea oil field about 80 miles from here. 80マイル、1マイルって何分だったっけ？3.3 キロとかだったっけ？ちょっと今調べよう。ムービーシーンだから調べられそう。1マイルは何キロ、全然違ったわ。1.6 キロだ。ってことは80マイルってことは 80×1.6 だから、ちょっと、パッと計算が出てこない。ちょっと、まあ、約130キロですね。指数128キロだけど。128キロって言ったら、多分、京都、名古屋間、名古屋手前くらいか。うん、そんなもんか。Chris, we're just outside of Tachi. Tachi. So Tachi って言ってすぐにその発射された先がTachiだっていうことが分かってクリスがすごいっすよ、ね、これ。よく考えたら。あでもとりあえずなんとなくそのいる場所っぽいから逃げろって言ってるかもしれない。あれからそんなにね。ただ一個そのクリスと別れてからのそのレオン編の時系列の進み方とクリス編の時系列が未だに下線なの。クリスたちの場合は車で追いかけてきて船の中で激闘を繰り広げた上にこいつらがあるってやつでしょ。うん、こいつらがあるってこのミサイルが発射されましたみたいなシーンがあるってことだから、そう考えるとね、うん、この中国人もうまく作られてるよね。これさ結構さなんかその中国を舞台にしてってなんか結構その騒がれたみたいだけど、その5なんかアフリカだしさ、ね、アフリカのどこの国とは言われてないけど、その1個前なんか、ね、バイオ4なんかスペインだから結構世界で、ね、ウイルスとか寄生虫の感染者増やしてきたら、ね、結構バタバタだよ。今の逃げてた後ろ髪くくってる女の人なかなかいいスタイルしてた。いやー
あーつか、あおおすごい左下の方全然、あーこれなんだろうな、命中率じゃあ撃退数か、じゃあ命中率か、くっそ 70% オーバーじゃなくて、あーだからあの一発あれだね、あ2発か、2発あのなんだっけあれを倒すためにやったのがちょっと難しかった、ちょっと待って、まさかだと思うけど、カーボス、あと505か、いけちゃうんだよね、でこれ勝ったらな、でマグナムが欲しいんだよ、マグナムが欲しいんだよ、くすー、まあそういうこっちゃ、そういうこともあるということで、あのちょっとベヨン編はもしかしたらどっかで途中で区切って、あのチャプター5を始めてね、で再開するときに買った状態で始めようかななんて思いますんで、はい、ということでね、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ということで最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひにチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して明日も楽しみでいただけたらというふうに思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。